はい、みなさんこんにちは。実況者の青と申します。今からスマホアプリアズールレーンを略してアズレンの実況を始めていきたいと思います。今回は開発ドックおよび特別計画館の強化について詳しく解説していきたいと思います。本動画は後編です。特別計画館の入手方法および効率的な開発ドックの進め方については前編で解説していますので、まだご覧になっていない方はそちらからご覧になっていただければ幸いです。話していく内容については画面の通りとなります。それでは始めていきましょう。まずは強化方法についてです。強化も入手と同じく開発ドック画面から行います。強化画面からそれぞれの関名が入った専用の強化ユニットを消費することで強化を行うことができます。強化ユニットは特別計画館ごとに種類が異なり、無理による限界突破はできませんが、限界突破をしなくても初めからレベル100まで上げることができます。ちなみに限界突破しないといったわけではなく、強化を一定回数行うことで自動的に限界突破していきます。強化レベルの最大値は30で、強化ユニットを投入するごとに基礎ステータスが上昇し、レベルが上がるごとに図鑑解放、ステータス上昇、並走強化、レアリティ向上が段階的に行われます。次に強化ユニットの入手方法についてです。主な入手方法としては、支援、イベント報酬、プロトショップ、大型缶補給、科学研究の強化指定、強化キャンペーンなどがあります。基本的にはイベント報酬や科学研究の強化指定にて入手することになりますが、入手方法が限られているので、その他入手方法も併用しながら収集していくことをお勧めします。ただしプロトショップにおける DR ユニットについては交換レートが最悪なので、よほどプロトコアに余裕があるといった方以外は避けるようにしましょう。次に強化突破についてです。突破状況については開発ドック画面の左側にある強化突破タグから確認できます。強化レベルを満たすごとに自動的に解放され、さまざまな恩恵を得ることができます。強化レベルが一定値に達するとキャノンレベルを上げないとそれ以上の強化ができなくなるので、キャノンレベルも並行し上げていく必要があります。ちなみに消費燃料はレベルアップでのみ増加し、レアリティの向上では増加しません。強化に制限がかかるタイミングはレアリティの上昇時となっていますので、注意しておくようにしましょう。他、第1期の感染や第2期の一部感染については強化ユニットを所持していない場合でも、代わりに資金を消費して強化やこの後に説明する流骨編纂ができるようになっています。正直なところ、資金を使って強化する方が強化ユニットを使って強化するよりもずっと楽なので、該当する感染については資金で強化することをお勧めします。最後に流骨編纂についてです。強化レベルが30になったキャラに対して追加で強化を行うことができるシステムのことを言います。強化と同じく強化ユニットを消費してパラメータの運や一部スキルを強化することができます。その際、該当艦から弔いのボイスがもらえるようになっているので、推しの感染が特別計画艦入手期間にはぜひ聞いてもらえたらと思います。はい、開発ドックおよび特別計画艦の解説後編については以上となります。特別計画艦の性能およびおすすめについては別途動画として投稿していこうと思っていますので、よければそちらもご覧になってもらえたらと思います。それでは以上となります。アズレンに関する情報をまとめて動画として投稿していますので、よければ高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。